CH-149 コルモラントカナダ空軍、グリーンウッド基地の近くを飛行中の CH-149 コルモラント CH-149 コルモラントはアグスタウェストランドオータムウィンター101のカナダ軍向けである捜索救難ヘリコプター。カナダ政府は1987年に CH-124 シーキング艦際ヘリコプターと CH-113 ラブラドル捜索級難ヘリコプターの代替機種として、オータムウィンター101を48機調達する計画であった。カナダ軍はそれぞれ CH-148 ペトレル、CH-149 地モと指定した。しかし、政権交代によって取得計画は1993年にキャンセルされたため、違約金を支払うこととなった。 老朽化した、CH、c h 1 2 4ーキングと CH-113 ラブラドルに延命回収を施し運用を続けていたが1998年に CH-113 ラブラドルの代替としてオータムウィンター101の採用を再度決定した。ペトレルとチモの取得時とは異なり CH-149 コルモランとは イギリスとイタリアでの製造となった。2001年に2機が納入され、翌年にカナダ空軍へ引き渡された。CH-124、シーキング大替機入札においてもオータムウィンター101が名乗りを上げたが、シコルスキー S-92 が選定された。カナダ沿岸警備隊のカッターと行動する、コルモランと最初の任務は、 2002年に行われた第442飛行隊によるヘカテ海峡沖合 200km での商船からの救助である。さらに第103飛行隊の CH-149 はニューファンドランド沖でのコンテナ船の救出作戦において 1200km 往復を成功させた。この成功にはアイルランドにある2つの石油プラントでの補給が鍵となった。初言性能。 ありがとうございます。